はいどうも、ラグナロクの英雄と申します。今回もクララ実況やっていきましょう。今回はですね、昨日言ってた通り、宝箱を敷いていきたいと思います。はい、ここに見えます、4つの宝箱ですね。画面下に見えるこちらをどんどん開けていきたいと思います。それではまず、当てたいカードですね。当てたいカードは、ファイヤースピリット、そしてネクロマンサー。この中に入ってるカードですね。それをこう、集めたいなっていう感じですね。これの中のどれかが出れば、OK。一つずつね。はい。それではまず、一番左の宝箱から当てていきます。まずはゴールド、バーバリアン。来ました、ファイアースピリット。もう、で、11なんで、今500枚って書いてましたけど、2000枚分の500ってなかなかですけどね。レベルはノーマルカードの場合、レベル13まであるんですけども、11まで育てるのもなかなかね、大変でした。レベル上げるのにも、ゴールドが必要になったりしてね。結構これでももう、だいぶ山場になってきてるレベルではあります。はい。なんでね、ほんの少しに見えるんですけど、これも結構大きい収穫です。はい。ボンバー、そして宝石と。ファイアースピリットが手に入ったんで。それでは次、左の、今、一番左の宝箱を引いていきたいと思います。ゴールド。矢の雨。お、アウトロー。ナイト、バーバリアの方は、小屋と。アウトローも手に入ったんで、これがどんどんこう、手に入りまくって、で、こう、レベルが上がったらまた使ってみましょうかね。多分今の状態のアウトローだとレベルが低くて、おそらく、今のレート帯ですね、このビリビリ警告では、通用しないレベル、だったために前は待ってたんじゃないかなと今は思っております。はい、それでは、右の木の宝箱を引いていきたいと思います。ゴールド、スケルトンバレー、ロイヤルジャイアント、ゴブリン、ヤング、ウィザードと。ちょっと痛いですね。あまり欲しいカードはなかったですが、この中で強いって言ったら、ロイヤルジャイアントとウィザードですね。ロイヤルジャイアントは、攻撃を防ぐことができないというぐらい、絶対的に攻撃を入れられますね。6エリクサーは使いますが、もう出してすぐに相手の城に攻撃し始められるので、かなり強いかなと思います。ウィザードはね、範囲攻撃と火力が高いので、ものすごく重宝しますね。はい。それでは最後、スーパーレアを引いていきたいと思います。そして最初に出たのが、超ではないですね。巨大クロスボウ。スーパーレア、ちょっと紹介が遅れます。説明が遅れますが、スーパーレアは、ネクロマンサー、巨大スケルトン、レイジが欲しいですね。これが当たれば万々歳です。さあ。おー、ネクロマンサー、来ました。6はでかいです。スーパーレアで6はでかいです。さあ、そして、ライトニング。あまり欲しくはないですが、こちらも強カードではあります。結構重宝しますね。上手い人じゃないとなかなか使えないのが厄介です。さあ、最後、プリンス。お、レベル上げられますね。またプリンスのデッキで、ありましたかね。プリンスのデッキで、使っていきたいかなと思います。はい。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっと待ってください。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。やってほしい、ゲームの、他のゲームとか、クララワのその縛りプレイだとか、やってほしいものがあったりしたら、あとは感想ですね、があったらコメント欄にお願いいたします。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。